はい、だば今日はタゴ、じゃあタゴをさばいていく、下処理だな、じゃあこのヌメヌメ、タコのヌメヌメを取っていくぞ。ね、まず最初にタコの内臓を取ります。タコの内臓は手で取れる。頭を裏返しにしてあげて、内臓を手でこう剥がしていくと。よし、お、取れる取れる。うん、あ、OK、これで1個終了。はい、こっちもやっていく。うん、はい、これも同じくやっていくと。うん、結構楽だな、すんなりいくな。あ、頭が取れた。そんなこともあるさ。ほら、あ、墨の袋があるんだな、これは。やっと一個だけ破けた。はい、次じゃあくちばし取っていきます。くちばしはね、こう裏返してこの中なんだけど、指で取れる。これもなんか黒くてさ、硬いやつがあるんだよね。それをこう指で、おっと映ってないというじゃあもう一回、こうあるよね。ここのこれをぐーっと下からこう押してあげるというか、で指でぐっと取っていくと、まあ、こんな感じで取れますと。くちばし、はい、なんか食べれなくもないようなことも書いてあったけど、硬くて美味しくないみたいなことも書いてあったね。よし、はい、はい、これで、内臓が取れましたと。あ、内臓でくちばしが取れましたと。あとはぬめりだね。ぬめりを取っていくと。一匹ずつぬめり取っていきます。塩まず多めにちょっと振ります。塩を多めに振って揉めると。これね、かなり揉むらしい。うん、ひたすらに。これは大変だな。今揉み始めて10分くらい、いや経ってないね、5分ぐらいだね。5分ぐらいやってちょっとどんぐらいぬめり取れてるか確かめてみっか。ちょっと洗い流して、あれ？これ目？これは目かな？目は食えんのかな？あ、だいぶぬめりは取れてるな。裏側は取れてる。うん、5分ぐらいで。このサイズだと5分ぐらいでいけるね。おお、いい感じ。頭の後ろもね、頭のひっくり返った方もね、ちょっとぬめってるから、そこはねしっかり揉んであげた方がいいね。うん、頭ひっくり返したとこね。はい、
で塩をしっかり落としてあげないと、前ね、なんだっけな、ぬめぬめした魚をね、あの塩で洗って鍋にしたことあるんだけど、その塩をきっちりゆすいでなくて、もう料理がめちゃくちゃしょっぱくなったことがあったから、塩はしっかり洗い流すと。はい、この要領でまず4匹洗っていきます。じゃあまず他は割愛しますね。ここは、はいはい、ねタコはこんな感じで洗い終わりました。タコ湯がいていきます。やっぱね、ぬめりはねしっかり取ってあげないと生臭みが残るのよ。臭みやっぱねちょっと臭かったもんいやさばく前は、うん、あ、さばく前、あの洗う前か、塩もみする前はやっぱちょっと匂いがあったから、きっちり塩でぬめりを取ってあげないとその臭みが残っちゃうのかもしれないね。で、2分、まあね今ねちょっと過ぎちゃったんで1分40秒ぐらいであげようと思います。1分40秒ぐらいであげようと思います。なんかこんな茹で汁が出るんだね。ほら丸くなった。おお、すげえ。これでこの量で1000円って安いのかな、高いのかな、ちょっと値段が分かんないんだよね。今はあのスーパーじゃなくて、まあ魚屋さんから買って、魚屋さん、あ、そうだよね、魚屋さんから買ってんだけど、それが安いのか高いのかよく分かんないし、鮮度もいいのかどうなのかもよく分かんないでやってるからね。これからねちょっとスーパーでも仕入れしようかなと思ってて、まあ比べていけばね、いい悪いっていうのが少しずつ分かってくると思うんで、そんな感じで少しずつ俺の目を肥やしていきたいと思います。はい、大体1分40秒くらい、まあ2分ぐらい経ったんで揚げていきます。あんまり茹でると多分硬くなるでとか言ってたからね。おし、揚げてけ揚げてけ、おお、結構なサイズだ。ちっちゃいのもあるけど、あ、いい匂いしてきた。臭みがね、やっと消えたね。はいはい、じゃあキッチンペーパーでタコの水気を切ってから、タコの水気を切っていきたいと思います。熱々です。この動画食ってもうまそうだけどね。うん、すげえ弾力がある。うまそう、プリプリいってるぜ。はい、こんな感じで軽く水気を切ってあげます。取ってあげます。まあ、唐揚げにするんでね、多分水気があるとあのビチビチ跳ねちゃうんだよね、油がね、うん、まあ俺揚げ物するの初めてなんだけど、ね、今日はい、まあ、こんな感じで、はい、じゃあ次頭と足を切り離します。熱いで、足を、タコの足は2、4、6、8本だね。イカが10本か、うん、なんか昔そんなクイズあったね。2本ずつぐらいにこう切っていきます。まあここまでが下処理だよね。